バマイナス111シクバルは、ソビエト連邦により開発されたスーパーキャビテーションを利用した兵器である。速度200ノットを超えることが可能であり、ロケットエンジンで推進力を得るため、魚雷というよりは水中を推進するロケットに近い。シクバルとは、周囲突風の意を持つ。なお、日本語での表記は、一定しておらず、シクバルや、シクバル、シクバル、クバル、 シャクバルトとも記述される。ロシア語の発音に最も近いと思われる表記は、シュクバールである。設計は1960年代後半に開始された。この時には 2E-24 調査研究所に対し、原子力潜水艦の戦闘に寄与する新兵器とシステムを作り出すよう指示が与えられていた。1969年、ウクライナのキエフに、 流体力学応用調査研究所を設立するため、GSKB-47 は2-24と合併した。創立者はマークローブである。この合併によって、シクバルの開発が行われることとなった。配備が公表されたのは1990年代初期で、あるが、運用は1977年と早期である。シクバルは探知されていない。 敵潜水艦から発射された魚雷に対する兵器として設計されている。この魚雷はまた敵潜水艦から出された魚雷が接近する際の対抗として用いられる可能性があり、そうした際には敵潜水艦に回避を強要し、また優勢に誘導中の魚雷のワイヤーを切らせることを期待できる。その後、この高速を活かし核弾頭を搭載して、 アメリカ海軍を一挙に壊滅させるという利用法が生み出されたと考えられている。アマイナス111の雷速は NATO が配備する標準的な原用魚雷兵装よりはるかに有速である。この速度は魚雷がスーパーキャビテーションと呼ばれる薄い気泡の中を通ることで摩擦を低減して達成される。魚雷が移動するとき周囲に大量の 小さなガス排気による泡を作り出せば、効力を大幅に減らし、非常に高い速度を発揮することが可能となる。本魚雷のガス放末の層は、水を外方向へ反らして作られるが、これは特別に形成されたノーズコーンとエンジンからのガスの展開による。水が魚雷の表面へと入り込まず、接触しない状態が保持されることで、摩擦抵抗は大幅に減らされ、 非常な高速度が可能となった。この高速性や推進にロケットモーターを使用する点から、シュクバルは水中ミサイルとも表現される。533mm 魚雷発射管から出される場 -111 は発射管から出る際に50ノットの初速を持つ。直後に固体燃料をロケットに点火し、最高200ノットの速度へと推進する。 いくつかの報告書では250ノット以上の速度が達成される可能性があり、また300ノットの派生型の研究が進行中だったことが示されている。このロケットエンジンは高濃度加酸化水素とケロシンの組み合わせを採用した。推進剤タンクには約1.5トンの加酸化水素と5 0 0ラムのケロシンが搭載された。初期の設計では単に完成誘導システムのみに、 頼った可能性がある。当初の設計では、核弾頭の運用を目的とした。情報によれば、後期の設計は、終末誘導装置及び、重量2 1 0ラムの通常弾頭から、構成されると報告された。本魚雷の方向制御には、スーパーキャビテーションを覆う、水の内側の面をすくう4枚のフィンを用いる。方向変更には、旋回させたい。 方向側の内部のフィン一打、または複数の火地面を展開し、反対側のフィンは格納される。より早い旋回のためには、熱奏する魚雷の放末形状を制御するため、ノーズ部分のプッシュプレートを用いることができる。本魚雷は PMK-2 機雷型の新進度機雷として、作動するよう考慮された。中央部に誘導装置を装備し、6発の魚雷を、 垂直収容するドラムにおいても運用が可能である。この魚雷はキルギスタンの国営工場で生産された。近年、ロシアは工場の75%の所有権を要求した。これはロシアに対するキルギスタンの驚愕な負債を帳消しにすることと引き換えであった。現代では他の国々でもスーパーキャビテーション魚雷の開発が行われている。アメリカ海軍と ドイツ海軍の両者は、そのような計画を持っており、後者は2004年に、バラクーダと命名されたプロトタイプを製作した。中国海軍も、ロシアからはマイナス111システムのサンプルを40発、購入したと言われているが、これについてはまだ公式には確認されていない。また、イランも2006年4月にフートと呼ばれる、類似の兵器の実験に成功したと発表した。 2013年6月17日、タス通信は改良型の開発に着手したことを報じた。後継として、エレクトプリボル設計局が機種肉と呼ばれる高速魚雷を開発していることをスホーバドナやプレッサが報じている。少なくとも3種の派生型が存在する。現状、すべての派生型は従来型の高性能爆薬弾頭のみを装着していると考えられている。 しかしながら、原設計では、核弾頭の装着も採用された。2000年、以前アメリカ海軍情報将校であった、エドモンド・ポープ大佐は、ロシア内で拘束された。彼の、シクワル兵装システムについて、秘密を得るという情報活動に関連し、裁判で、審理されて、有罪判決が下されている。情報では、ロシア連邦大統領のウラジミール・プーチンは2000年12月、 ポープが骨眼に罹患していることを理由とし、人道的見地から彼を釈放したとしている。ありがとうございます。